よし、セーブをしたぞ。狩り行くぞ。じゃあ、東の人助けたな。オッケー。じゃあ、こっからまた早送りかな。それか見るかな、みんな。マジ自衛隊の警察何やってんだよ、ほんと。救急車で体当たりってどういう戦い方だよ。それでひるむ、あいつもあいつだわ。あの化け物も。何？イーストビルディング。イーストビルディングね。はい、イーストビルディング。こっからなんだ。イーストビルディング。イーストビルディングってことは、イーストだから、イーストビルディングはこっちでしょ。イーストビルディングこっち。あー、いるんだね。そうだよね。いるんだよね。イーストビルディングに行くには、こっちに曲がった方がいいかな。こう行ってこうか。もう道は開いてるんか。道は開いてるのかな？あの、閉ざされてたとこが政治家3人が集まることによって鍵が開くっていう謎の仕様。あー、イーストビルディングはどうやって行けばいいのか。グー。あ、そっか。これで80体倒せば、あの、開発ができんのか。じゃあ、どんどん倒しこう。よし。ここかな？ここ、イーストエリアだ。よし、イーストエリア来た。イーストエリア来た。おお。遠くない？病院まで。近く、最寄りの病院ないの？他に。一軒しかないの？おー、イーストビルディング来た。はい。イーストビルディング来ましたけども。うわ、すげえいる、すげえいる、すげえいる。でっかいのもいる、なんか。なんかでっかいのいたぞ、今。でっかいのがいた。イーストビルディングは、とにかくイーストに行けばいいから。うわ、なんか急に出た。イーストビルディング。とにかく E に進んでいくよ、私はね。遅い、遅い。ゾンさんたちが出るのが遅い。ゾンさん出るのが遅い。これ、ゾンさんをね、引いていかないと病院の士気が下がるらしいわ。ゾンさんが遅いんだな。どんどん。え、もうサウスになっちゃったよ。ちょっと待って、イーストビルディングがないよ、イーストビルディングが。ちょっとイーストビルディングに戻ろう。ちょっとイーストビル、あ、でっかい人、でっかい人。うわ、すごっ。ここか。ここ？あ、いた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 。おいで。ほら、おいで。そう、乗りなさい。よし、センキュー。おいで。ドン。2人ぐらい乗せる。もう1人いたな。乗りな、乗りな。よし、乗りな。よし、乗りな。あ、ぶつかっちゃった、ぶつかっちゃった。で、あの人乗せられない。どこだ？イーストエリア。イーストエリア、こっちか？こっちから行けるか？急がないと、あ、行けない、行けない、こっち行けない、こっち行けない。こっちじゃない、こっちじゃない。向かってきてる。ごめんな、ごめんな。急がないってまずいな。え？ドローンでやってきたっけ？こっちでいいね。とりあえずこっちでいいね。これ遠いからまずいね、結構。あ、ここか。いけいけいけ。すごい押し込んじゃう。あ、ここ11、11のやつか。11が1のやつか。11が1、21が2、3、4がなくて、4、1が3。よし。まずいまずいまずい。これ急がねば、急がねば。どっちか。どっちからでもいけるか。まずいまずい。あー、感染がまずい。感染がまずい。感染がまずいぞ、これ。こっちじゃないか、これ。いや、あってなあってな。ゾンさんがいるから。で、どこだっけ？こっちか。違うな、違うな、違うな。まずいまずいまずい。そう、感染者、感染者。あの人たちが感染してしまう。あー、まずい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 。急げ、急げ、急ぐんだ、急ぐんだ、急ぐんだ。あ、間違えた？これ間違えた？間違えて、口が間違えてないか？間違えてないか、きっと。あ、まずいまずい。急げ！急げ！マジで、マジで。どこだ？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 あれ、どこだ？よしよし、間に合ったか？間に合った。ギリギリ間に合った。あぶねえ、ギリギリ間に合った。これ、ゾンさんを80体倒したら開発できるんだよね。まだ、全然？今80も全然いかないか。お、警察官と整備士。ちょっと待って。の整備の人に一回聞いて、どんな具合？私今。ちょっと。グリップダイヤの開発が可能。ほう。ウィングバンパー。
医療用ライト、いろいろできるようになったら、でもまだこれを完成させないとダメなのか。じゃあちょっとここら辺は、まああれですね、端折りますね、だいぶね。ちょっと開発をしたいと思います、いろいろね。よし、見てこの政治家まであと2人だよ。あっちがあと1人だよ、おい政治家。分かってるわ、そんなことは。おい政治家。おい政治家。こっちの政治家は話せないのか。分かったって、政治家。おい、警察官、お前、怯えてんじゃねえぞ、こっちはな。開発、外にいるゾンビを倒していれば、そのうち開発も完了するだろう。何の話だよ。そんで見て、一応途中経過ね、途中経過なんだけども。見て、救急車をほら見て、この、なんか、歯みたいのをつけたり、なんか、いろいろ改造したんだわ。よし、行くぞ。あと政治家一人だけども、まだ普通の一般市民などもう救助しなければならないから、ちょっとまた早送りか飛ばすか。えいっ！ていうかこのね、あれを見てほしいよね。殺傷の、あとスピードも上がったんだよね。このね、走るスピードも上がって、どんどこどんどこ、どんどこどんどこ。すごいね、この前についてるバンパーは、ね、歯なんだよ。歯がついてるから、もうめちゃくちゃゾンさんたちをね、蹴散らせるんだよ。蹴散らせ、蹴散らせ。うぅっ。うぅって。蹴散らし方がすごいんだわ。で、ライトも改造したから見て、上の地図。ゾンさんのいるとこと、あと生存者もね、これでね、分かるようになったんです。すごいでしょ、この開発。開発の仕方。で、また開発してるからね、今。今はね、開発してるのは、タクシー、今ね、タクシー SM ってあって、今 M に乗ってんだけど、L の開発もできるんだよね。今それしてるっけな。とりあえず、行きますよ、行きますよ。こっちのエリアね、ゾンさんもでかいで、ほらほら、すっごいでかいでしょ。でかい。でかい人たちがいるんだ、ゾンさんに。でだ、この人は警察、警察の人も、ちょっと、進めない、進めない、どいて、どいてほしい。で、こっちの、この人も、ちょっと、どいて、マーチ行き過ぎマーチ、この人を助けたい、お前邪魔、はい、乗って、はい、警察官、OK、こんなん入り口で乗せてしまったから、ちょっとそれはそれでちょっと困ったもんだ。一回帰ろうか。ゾンさんたち大暴れ。おい、引いて、おい、でかい人、ドン、イエーで、もう早すぎてね、ゾンさんたちのね、この出現が間に合ってないぐらい早い。これはいいですよ。この開発をなぜ最初の時に気づかなかったかっていう話ですよね。どんどこ行きますよ。で、ターボもできるんだけど、ターボもね、2回できちゃう。ほら、気持ちいい。えい。ほら。あ、ちょっと道を間違ったか。ごめんなさい。それはごめんなさい。間に合わないか。大丈夫か。あーっと。病院どこですか？病院、こっち、病院かな？違うな、間違いだな、こっちだな、このまままっすぐ行けば行けるな。よし。こう行って、ここでバックします。で、こう行く。ドン。オッケー。こんな具合ですよね。よし、警察官。で、救助してもさ、感染の人、この救助した人が、早く病院に着かないと感染しちゃって、結局ゲームオーバーになってしまうんだよ。その人がゾンビ化するとダメっていうシステムだから、なかなかそことの戦いですよね。これで、そういえばこれね、3人乗れるようになったんだよ。救助人数が3人になったんだけど、その分、その感染が進むリスクも高くなるっていう、そういうこともあるんですよね。なかなかうまくいかないですよね。これずっとやってんのちょっと面白くなってきちゃってさ、もう動画界でずっとこれ引きまくって強化しました。おら、あ、やばい、どん、ほら、エクセレントは誰が言ってんの？これ乗ってる、一緒に乗ってるあのおなごが言ってんの？なんだっけ名前、マドレーヌみたいな名前じゃなかったっけ？だっけ、なんかいたよね、一緒に乗ってる人は看護師なのかな。はい、ここまたゾンビ大量のとこ突っ込む。お、すごい、気持ち悪い。よしじゃあ中に踏み込んでいくぞ。で、このね、赤い点がゾンさんなわけ。
だけど、この白い点が生存者ないよ。ほら、だいたい、うわ、いっぱいいるな。この人たちを倒してからでしょ。この人たちを倒してから。倒して、倒して。あ、でも奥にもいるから。奥の人は？あ、奥の人乗って。乗って。奥の人まず救助して。ほんで、でからぐるっと、ぐるっと回ります。で、ここにもいるな。ここにもいる。生存者がいます。生存者がいます。生存者がいます。はい、乗って。乗って。警察官ばっかりだな。警察官、こんなとこで縮こまってないでさ、ちゃんと仕事して、仕事って言いながら、あともう一人ぐらいいけるか。じゃあこの人助けてあげよう。しょうがないから、一般市民だけど、おいで。で、ここに今注射ってね、注射が見えた気がする。注射を、あ、で、注射なかった今。注射今あったよね。あった気がしたんだが、あった。これを取ると感染の人が、あ、すごい、えいってやって、ほら、ちょっとよく、ちょっとだけだな。まあいいか、よし行くぞ、よし、ここら辺にいっぱいいるんじゃないか。いないな、そんなにいなかった。あー、出現が間に合わないやつ。で、これで今、3人乗れるからね。3人乗れるようになって、で、帰りはね、もうね、ま、作戦があるんです。帰りはこう行きますよね。こう行って、もう道は大体覚えたから、ここでターボを使う。ほら、見て、87キロ出てる。87キロ、78キロだった。ごめんなさい。ちょっとそれは嘘つきました。すごい大量発生してるゾンビを、で、ここで曲がります。で、ここでもう一回ターボ。することによって、すごい勢いでゾンさんを引きながら、すごい速さで感染を抑えながら、こう、到着できるっていうね。素晴らしいでしょ、これ。もうだいぶ慣れましたよ、操作にもね。だいぶ何人も救出してきてますからね、ここまで。で、あと何人ぐらいだ。まあ、政治家、あ、警察官、一般女性。ということで、じゃあ、どんどこ行きまーす。次のせ、あと2人で政治家が。政治家が出現する。なんで政治家、なんで3人集まれば開くんだよ。3人集まれば、文殊の、父みたいな。3人よりも文殊の父みたいになったよね。なんだ文殊の父って。ほらキューッとくれ、キャーッと。ダメです。突撃しちゃって、うーってなっちゃった。あー、捕まれたら、これスティックオブアイスセゾンさんの元へ突っ込んでしまった。ほら、内側に端にいる。よしよしよし、急いぞ。この道のりがね、やっぱね、東側まで行かなきゃ、ゲートを行かなきゃいけない。ここのロードがね。よし、また大量のゾンビをやっていきますよ。ゾンさん。ゾンさん、はい、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 ゾンさん。いいね。ゾンさん、ゾンさんいない。この中に入ります。で、救出する人は、あ、いるね、いるね。この人はどんな人？ちょ、あれ？あ、後ろに急にいっぱい、急にいっぱい、あー、急にいっぱい。あ、この一般市民だからやめといて。で、そっちには？そんな遠くに。あ、この人も一般市民。じゃあ U ターンして。あ、急にいっぱい現れ。なんだこれ。なんか取りたい。なんか取りたい。ごめんなさいね。ゾンさんたちも、ちょっと邪魔です。邪魔です。大きい人。あ、大きい人追ってきた。追ってきたけども。ね、これなんか取りたい。あ、なんか捕まれた。ちょっと。あ、なんか回復するのか。車両を回復するのか。まあちょっと外周来ちゃった。外周には誰もいないから。なんかこの医者すごくない？主人公。医者なのにこのレベルで人救ってゾンさん倒してさ、警察官と、わーいっぱいいって。わー、いるな。でっかいのいるな。よし、でっかいのいた。で、こっからお邪魔します。で、あ、こっち側に集中してる。整備士の人とかがいいな。この人整備士じゃないな。整備士じゃないから、じゃあ U ターンして、こっちに行こう。あ、この人整備士。乗って。よし、整備士乗った。で、この人一般市民っぽいから、こっちに行ってみる。で、こっちにいる人は一般市民。ちょ、これ帰るか。一回帰るか。あんまり調子に乗ってと。この人は感染が進んで、えらいことになっちまうからな。よしよし。ああ、ごめんなさい。ごめんね。大丈夫？乗ってる人。ああ。どどん。
丈夫かな。もう半分、もうすぐ半分感染しちゃう。これ結構早いんだよな、感染する速度が。乗ってる救助した人がね、あの下の左下の人型のところがこう紫色になっていくと感染が進んでるってことなんだけど。よし、ターボだ、ターボターボターボ、ここで曲がる、ここで曲がる、ここで曲がる。あ、違うか、間違えたか。大丈夫だな。オッケーオッケー。ちょっと道を間違えた気もするけども大丈夫。あ、感染進むな、早いな。よし、これでグイーンといって、よし、間に合った。これずーっとやってても、なんか面白いんだよね。これ、こういうのやっちゃうんだよね。単純なゲームだけども、作業みたいな感じの、こういうのってついついやっちゃうんだよね。よし。よし、乗りな。一般市民たちをいっぱいこう救って、よし、この血清を打って、お、完璧じゃないこの立ち回り。完璧だよ今のはね。医者は本当は病院に行って治療をしてなきゃいけないんだよな、本当はな。あれ、これ救急車で戦うっていうね。まあ、このゲームがゾンビ VS 救急車だからこういうことなんだろうけどさ、他にも方法が、もっと別の方法があるんじゃないかって思っちゃったりするけどね。あー、道間違った。感染の人頑張れ、感染の人たち、頑張れ。まだ感染、今足太ももあたりまで来てます、感染がね。早いな。一般市民の人たちはちょっと耐久度がないから多分早いんだろうな、感染が。なんかそんな気がする。自衛官とか警察官はなんか感染するスピードが遅い気がする、助けた時に。関係あるかな、あるような気がするんだが。よし、これであと政治家を1人政治家を救えばまた鍵がなんで3人集まったら鍵が開くっていうシステム、なんだその政治家たちの、何かこう急にファンタジー入れてくる感じ。3人集まったらカチャって鍵が開くってどういうシステムやねん。お、いるね、政治家がいるね。よし、じゃあこれ政治家まず3人さ倒し、あの、あ、何、あのあれして、あ、ごめんなさい、倒したらじゃねえや、鍵が開いたらまたボス現れっかな、ボス、謎のボス。ああいう時こそ自衛官だね。自衛隊とかいなきゃいけない。全然いない、全然出てこない、警察も自衛隊も。よし、エクセレントいただきました。よし、これで政治家を探すぞ。大体ね、政治家はね、なんか茶色っぽいスーツ着てるんだよね、政治家は。はい、ここいっぱいいるぞ。すげえ量。一人寂しい、これはぐれゾンビさん、はぐれゾンさんいた。で、こっちかな。あ、これはこの人は、ちょっと待って、風貌で判断。あ、この人一般の人だから、こっち行ってみよう。こっちの人は、あ、ちょっと待って、一般の、ちょっと進めないし、じゃあ周りをうろうしないで、来るなら来る、来ないこの人も一般の人だな。この人は、あ、この人、ん、この人も一般の人、政治家じゃないな。ここら辺曲がってみて、あ、この人は、この人も一般の人だな、一般の人。あ、ここに2人も買った。あ、ごめんなさい。あー、ちょっと、こう行って、この人どんな、あ、政治家じゃないこれ、うるさい、政治家、この人政治家。はい、乗ってゾンさん待っててくれてるから乗ってもらって、ついでにこの人も助けるか。乗って、ほら、ゾンさんが待ってくれてるから、ほら。あー、来ないください。よし、帰ろう。こっちだな。あーっと、ついでの人。じゃあ、ついでに君を助けてあげよう。乗りな。もう3人までだからね、もうこれで終わりだよ。ごめんね、あと2人、そこにいるけど。よし、帰ろう。一目散。あーっと、つっかかった。いけ、一目散に帰るんだ。政治家を感染させてはいけない。間に合うかな、今
今太ももあたりね、今太ももあたりまで来てる、太ももあたりまで来た。きっと間に合う。このターボエンジンを搭載したこの最新型の救急車なロケットエンジン積んでっからね、これロケットエンジン。よし行け、ロケットエンジン行け。邪魔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 。でここをクイッと曲がる曲がる、あー間違えた。でここを曲がる、ここ曲がる、違うな、ここじゃないな、ここ曲がる、ここ曲がる。で、あ、まずいまずい、大丈夫大丈夫、間に合う間に合うね、間に合うね、きっと間に合う、きっと大丈夫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 。ほら、一般市民の方がさ、女の人の方が感染がほら早いよね。今もう胸のあたりまで来てたもんね。女の人とか一般女性が一番感染するのが早いんだ。一応速度があるんだ、やっぱ。よし、これで政治家開くだろ。お、来た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 ぞ。お、なんだ、なんということだ。残念な知らせだが、イーストタウンの生存者反応が突然すべて途絶えた。町の生存者はいなくなったようだ。え、イーストエリア？だが私たち3人の持つ鍵があれば、出たー、西へと続く扉を開けることができる。早速開けておこう。最初からさ、なんで一人でも、あ、扉の先に、場所にいる政治家や、生存者たちも助けてやってくれ。だってないんでしょ？生存者の反応ないし、チャレーな。主人公チャレーな、相変わらず。わかりました。向こうにいる人たちを助けてきやす。いっちーす、いっちーす。えいす。お疲れいす。ウエストエリアがオープンね。W ね。ウエストエリアがオープンした。でもオープンしたっつったってどうせこれ行かしてくれないんでしょ？いるんでしょ？なんかが。ちょっと一回セーブしていい？一回セーブして、どうせなんかがいるんだよ。よし、じゃあセーブしたので、絶対これ行かしてくれないよ、すんなり。絶対行かしてくれないんだから。ちょっとじゃあ一旦ちょっと相談してみる？一緒に行けるかどうか。ねえねえ、一緒に相談、一緒に行けるでしょ。ねえ、一緒に行こう。絶対行けないから、まだ武器の話まだしてんのか。その、銃弾の操縦に時間がかかるのが弱点っていうんだったら、改良しろよ。ねえ、この人はいいとして、この人は、開発者で、この人はいろいろ、リザルトを教えてくれる。いろいろなものの状態を教えるわ。ざっくり、ざっくりしてる。今、救助人数72人でしょ？これが今使ってるのが、M。これ。これね。改造した。ロケットエンジン積んで、根こそぎタイヤっていうのを、ブレードバンパーと、医療用ライトをつけている。で、あ、プレイ時間7時間。もうここまでな。ごめんなさいね。7時間もやってます、私ね。まあいいですよ。まあいいです。まあいいです。はい。じゃあ行きましょう。絶対行かしてくんないんだから。絶対ウエストエリアにすんなり行かしてくんないんだから、どうせ。ブレートバンパーっていうね、もう刃物をバンパーにつけて走れば、これはどんなボス来ても大丈夫でしょ。なんなら戦う前に、うわぁ、歯がついてるしってなって、多分、逃げ出すはず。ウエストエリア。だから、ウエストエリアだから、このままどんどんこっちに行けないんだよな。やっぱりこうなってんだよな。回り込むってことか。回り込まなきゃいけない。こっちから回り込めない。こっちも行けない。どこだよ。どこから行くんだよ。もう全然行けないじゃん。どこ？こっち行ってこっち？で？ウエストエリア、あ、いけないんですけど、ねえ、どっちですか、こっちか、これ絶対行かしてくんないやつじゃん、ほら、もう全然じゃん、え、どこ、あ、この細い道、でもしょうがないか、全然行けないじゃん、あ、ここ、こんな細い道でボス、来たよ、また来たよ、ん？あ、え、人？何？ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいくる。おっとろーらー。
いる。でも、いつもお母さんは見ていてばかりで、俺を。